レベッカ・グラフはアメリカ合衆国の映画テレビ女優。2018年の電気映画ザ・ダートでヘザー・ロックリアを演じたことで知られている。グラフはテキサス州コーパス・クリスティで生まれ育った。幼い頃から女優になることを志し、両親の影響で5から6歳の頃から地元の劇場で演技を始めた。霊高校とテキサス大学オースティン校でシアターアートを専攻した。 オースティンからロサンゼルスに移り住んだグラフはテレビや映画のオーディションを受け始めた。初期の出演作は t v シリーズ9210やコメディセントラルのシリーズワーコホリックスでの小さな役だった。また映画サベージカウンティー2015年に公開されたアントラージュ俺たちのハリウッドシリーズの続編映画やザアミティービルホラーの頂上現象とされる事件の前に 起きた大量殺人の実話を描いた悪魔の住む家リボーンにも出演している。2018年、グラフはネットフリックスの電気映画ザ・ダートにモトリー・クルーのドラマー、トミー・リーの当時の妻である80年代のテレビスター、ヘザー・ロックリア役で出演した。ザ・ダートは批評家からは賛否両論の評価を受けたが、ロッテントマトズでは2019年の 観客動員数上位にランクインした。グラフのその後の出演作には、サメが出没する海に取り残されたヨットの乗組員の実話に基づいたサバイバル映画、キャップサイズドブラッド・イン・ザ・ウォーターでの主役がある。そして、高く評価されているネットフリックスのドラマチックコメディシリーズコミンスキー・メソッドにゲスト出演している。2021年。 グラフは1993年から2001年に放送されたテレビシリーズ炎のテキサスレンジャーをリブートしたジャレット・パダレッキ主演の CW シリーズウォーカーにクリスタル役で出演した。彼女は CBS のメロドラマザ・ヤングザレストレスでカイル・アボットの息子の母親であるタラ・ロック役でレギュラー出演していたがウォーカーの撮影とスケジュールが合わず 交代せざるを得なかった。2019年、タブロイド紙はグラフが俳優のジョシュ・デュアメルとデートしていたと報じた。ありがとうございます。